私たちは飯綱高原にやってきました。イエーイ。ベッカライ麦星さんに来ています。ほほひょほほほ。巻き釜パンということで、巻きで焼いたパン、ちょっと楽しみですね、はい、それじゃあ早速行ってみましょう、うん、いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。すごい感じ。ありがとうございます。どうしちゃいますか。そうですね。ありがとうございます。今日から少しの間お休みということで、今日はたくさんのお客さんがいらしています。こちらのメニューになります。どうしようかな、はい、どうする、じゃあいろいろ食べたいので、うん、スープとパンの盛り合わせにしますね、もう一つお願いします、はいはい、ありがとうございます。じゃあご用意しますのでお席でお待ちください、はいはい、お願いします、はい、すごい店内の中はあったかい雰囲気の木で作ってあって、照明もちょっとあったかい感じの、そうだね、丸くなってたりするもんね、照明、なんだかちょっとお家にいるようなおしゃれな椅子があったり、ソファーがあったりとか、ね、薪ストーブだったり、雰囲気がすごいいいですね、あったかい感じですね、あったかいですね、薪ストーブもあるね、うん、パンの盛り合わせです。パンの方が手前が小麦で、地粉 100% の茶葉だ。フライ麦 30% にくるみが入ったバルムスとカレンズとくるみが入ったベルクという種類のパンです。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、美味しそう。体に良さそう。それでは早速お先にライ麦パンいただきたいと思います、はい、いただきます。すごい中がもちもち で麦の香りがすごい香ばしくて美味しいです。私はくるみのパンをいただきます。あ、すごい、いっぱいくるみが入ってて、うん、このライ麦とすごい合う。いいね、香ばしくて美味しいです。さて続いて私が食べてみたいと思います。すごいふわふわ、よいしょ、いただきます。すごい、なんかレーズンが入ってるんですけど、すごい甘い、くるみと合う、すごく美味しそう、うん、うん、うん、カリカリしてて美味しいです。出ちゃった、くるみ、くるみ、あ、こっちも食べる、食べたい、こっち食べてないから大丈夫、あ、これあげる、よいしょ、はい、何これ、普通食べてない方、いただき、じゃあこっち、くるみいただきます。はい、じゃあレーズンとくるみいただきます。あ、すごい、あ、おいしい、また違う感じ、うん、全然違う、うん、ね、全然違うでしょ、すごい、あ、おいしい、すごいね、香ばしいです、香ばしい、うん、これが香ばしい、でもこれがね、香ばしいっていうんだと思う、うん、巻きでやってるからやっぱり、うん、うん、うん、いや、 やっぱりこういうパンってやっぱいろいろイメージがあると思うんですけど、うん、皮が薄くて中が結構もちもちした生地で、すごく食べやすくて美味しいね、私も今までね、硬、うん、いイメージがあった、うん、すごく、あ、なんか歯が痛くなっちゃうようなイメージがあったけど、全然違うね、全然違う、やばい、皮がもちもち、うん、うん、もちもち、もちもちだね、もちもち、一番合うね、その言葉が、すごく美味しい、美味しい、うん、粉は国産、そして具材はオーガニックです。もう自然にも体にもいいものがね、いいものを使って作られています、うん、はい、そして薪は飯綱山から採れた間伐材を使っているということで、自然に優しいね、うん、通常はいつも50個限定でこのパンをね、焼いてるみたいなんですけど、ここのお店は去
今日までで営業が終わりました。一時休業して、これから今度お布施でまたお店をやるみたいなので楽しみだね。楽しみですね。ね。もう大体いつもこれ焼きたてを入れてるって感じだろうし。いや、うちはまあ最初に焼いたらそのまんま、そんな次から次へとか焼ける釜じゃなくて、薪の釜で一回温めたらもうあとは冷めていく一方なので、今日はちょっと特別に2回焼いたって感じ。じゃあまだ湯気が出てるって感じですかね。そうですね、まあ切れば出てくるかな。これは何年か？これ4年と2ヶ月。はい、いやあっという間でしたね。本当に最初はここだけ貸してもらって、パンの販売だけで始めたんですけど、そうなんです。最初はガレージを売ってるお店が入ってて、でそこの方に誘われて、で厨房とここを貸してもらって始めたんですよ。それで、まあ1年もしないでその皆さんに出てっちゃったんで、でこっちのカフェスペースを新たに作って、で私たちだけで借りてやってたっていう。まあ大家さんがね、ちょっと認知症になっちゃったので、まあ、それしょうがないかなと思ってますね。で、まあ、僕ら契約書まだ7年残ってるんですけど、そうなんですよ。ただまあいろいろ相続巡るトラブルとか、ちょっとあまりなんていうか、ね、楽しくない話なんか巻き込まれちゃったんで、じゃあまあ出ようかなっていうことで早めに出るって決断をしたんですけど、今度はですねオブセ、はい、オブセこちらの方で、まあ、ちょっとお誘いいただいたので、まあ、今まで夫婦2人でやってきたんですけど、今度はもう少し若い人に今まで自分が、まあ、身につけてきたものを、まあ、伝えていきながら、あとは今までなかなかそのスイーツ系なんかも手が出せなかったので、うちがまあ勉強していたオーストリアのお菓子なんかも一緒に楽しんでもらえる店にしたいなと思います。 Facebook のページでベッカライ麦干し、はい、で探していくと出てくるので、これがちょっと進捗、また釜を作ったりってこともやっていくので、合わせてなんか時々覗いていただけるといいかなと思います。うちの店は、まあ、特殊でも間伐材を薪にして焼いています。それで、まあ、それが一番のこだわりなんですけれど、また電気とかガスで焼いたパンだとどうしてもお金が結局国の外に出ちゃってる。でそれを地元の、まあ、薪を使うことで地元にその燃料代を、まあ、回してあげるっていう、そういうことを、まあ、心に持ってやってます。パン自体もふっくら焼けて、でこういうパンって皆さん硬そうっておっしゃるんですけれど、皮がすごく薄くて中がこうふっくらもっちり焼けるので、そうですね、だからパン本来のやっぱり美味しさが楽しめるっていうのが、まあ、うちの一番のこだわりです。ありがとうございます。